日向市出身の中島弘明氏は、1973年にメディキットを設立し、国内有数の欠陥テーテルメーカーに育て上げました。また、2008年には県立芸術劇場のネーミングライツを取得し、名称をメディキット県民文化センターとしたほか、2012年には日向市東郷町に県北初の美術館、中島記念館を開館させました。 中島氏は昨日未明老衰のため、日向市の自宅で亡くなったということです。87歳でした。通夜は明後日、葬儀と告別式は21日に日向市で営まれます。